皆さんこんにちは、あさひです、今日はですね、数ヶ月前から私の動画でもちょこちょこ登場していて、先天性の肥大型心筋症を発症してからずっとね看病をしておりました猫の純子さんのことでね、皆さんにも、お伝えさせていただきたいと思うことがありまして動画を回しております。実はもう1ヶ月以上前になるんですけれども、純子さん天国に旅立ちました。はい、本当はね、早く皆さんにもお伝えしたいなと思ってたんですけども、どうしてもやっぱね動画を撮ろうとするとまだ悲しくなってしまってね、うまく言葉が紡げないなっていう感じだったので少し時間をいただいたんだけど、たまにね純子さん元気ですかっていうコメントをいただいたりとかして、気にかけていただいていたので、やっぱね皆さんにもしっかりとお伝えしなきゃなっていうふうに思ってました。もともとは彼が、道端で見つけた保護猫ちゃんで、私はね猫を飼ったことがないし、猫とどう接するかとかで全くわからないところからこう看病をサポートすることになって、で本当にね皆さんのコメントとかでこういう風にしたらいいよ、こういうのがあるよとかっていうね、いろんなアドバイスをいただいたりとかして、なのでもう私たち本当にそれ助かったんですよ。あの手この手試していったりとかして、純子さんにとっても私たちにとってもこう負荷がないというか、しんどくならないようなねこう方法をいろいろ考えていく中で、本当に皆さんのねコメントには支えられました。なのでこの場をお借りして本当にありがとうございました。そういう甲斐もあってか、当初は、発症してから持って2ヶ月かなぐらいのねことを言われていたんですけれども、まるまる5ヶ月間も、頑張って生き抜いてくれました。で心筋症を発症した時はですね、ちょうど私の妊娠が分かったタイミングのすぐ後だったんですよね。看病していく中でつわりがあったりとか、どんどんお腹が大きくなっていったりとか、こう消えゆく命とこのすくすくとこう育ってくる命の両方をこう感じながら過ごしていて、すごくねこう命のことを考えるきっかけを与えてくれたし、まあ、彼とはね付き合いがもう22年とかですごい長いんですけれども、でもこう共に共同生活をするっていうことが今までなくて、でもこう純子さんのね病気をきっかけにこう一緒にこう看病するっていう生活が始まって、なんかこうこれから赤ちゃんを授かるにあたってすごく大切な予行練習をね、させてもらえたなっていうふうに思ってます。まあ、目の前にね起こることってなんか全て何かしら意味があるなっていうふうに私はね思っている人なので、まあすごくね純子さんの死もそうですし、まあ、病気発症してからも悲しいことではあったんですけれども、いろんな気づきとか経験をさせてもらえた本当になんかこう密度の濃い5ヶ月だったなっていうふうに思ってます。本当に先生もねこんなに長く頑張ってくれると思わなかったっていうぐらい5ヶ月もね生き抜いてくれたんですけれども、まあおそらく今見ている方の中でも心筋症のね猫ちゃんとかワンちゃんを飼われてる方もいるかなと思うので、少しお話しさせてもらうと、まあその子の個性にもよると思うけど、純子さん本当にねいい子だったんですよ。おとなしくていい子で、なのでまあ後半2日に1回ぐらい胸水水が溜まってしまうので抜きに行ってたんですけども、その時も本当に静かにお水をね抜かせてくれてて、でギリギリまで食欲もすごいあって、おしっこもうんちもしっかりして、生き物が当たり前にする食べて排泄するっていうことをちゃんと自力でできていたので、まあ、それもあってすごく長生きできたんじゃないかなと思いますし、あとはねコメントをいただいて早速私たちも取り入れたその酸素質
苦しいからさ、酸素室もこれ用意したんだけども、それもやっぱバクバク心拍数上がっちゃってる時とかにもすごい落ち着けれてたので、酸素室はめちゃめちゃあってよかったなっていう風に思いました。であとはお薬も最初の頃は利尿剤含めて3錠ぐらいだったのが、後半はもう7種類8種類ぐらいのねお薬を朝晩飲まなきゃいけなくって、量も増えてきてしまうし、あとねこうまずいお薬もあるんですよ。なのでドラッグストアとかで売ってる人間用のゼラチンカプセルの中にまずいお薬を忍ばせて、こう舌に触れたりとか口に触れないようにしながら、その中にねこううまいこと詰めてあげるっていうことを後半やってたので、何粒もあげるっていうこのストレスっていうのも軽減できて、そのお薬のあげるスタイルっていうのも定着できたっていうのも良かったところかなっていうふうに思ってます。まあ、何よりも純子さんがそもそも6歳っていう年齢だったんで、まだまだね心臓以外はね元気なんですよ。そう、骨になった純子さんを見てももうすごく丈夫でね、まだまだ一緒にいたかったんだけど、本当に忍耐力がねすごくある猫ちゃんだったので、うん、彼女のポテンシャルに助けられて、私たちも5ヶ月の間に心の準備とかいろいろ整える時間ももらえて、最初はねその再起に立ち会うなんて絶対できないって思ってたんですけども、1秒たりとも一人にはさせないよっていう思いで、うん、最後もずっと見とれたので、私にとってもねすごく幸せなことでした。うん、で心筋症のね再起って水胸水とかねお腹の中にお水が溜まって、その溺れるように苦しんで亡くなるか、あとは血栓が詰まってすごく痛い思いをして亡くなるかっていう、なんかこう最後がすごくね苦しんでしまう死に方っていうのがなんかこう多いっていうのを先生からも言われていて、できることなら苦しまずに天国に行ってもらいたいなっていうのはねこうずっと願いではあったんだけども、そうで最終的には心臓病ではあったんだけど急性腎不全もね発症してしまって、最後のね10日間ぐらいで一気に食欲とか体調のね変化みたいなのが現れて、おそらく、腎不全の症状で亡くなったんじゃないかなって思うんだけども、最後はすごくこう安らかに、天国に行ってくれました。最後まで本当に私たち思いのいい子だったし、最後の本当に一呼吸をする時に彼が帰ってこれたので、彼の前で一呼吸して天国に行ったんだけど、彼が帰ってくるのをちゃんとね待ってくれてて、でしかもその後彼3連休でずっとね一緒にいる時間っていうか、ご迷惑をかけない時間っていうのもねちゃんと用意してくれて、こんな言い方が正しいかわからないんですけども、すごく理想的なお別れができたなっていうふうに、思っております。言い出したらねこうしておけばよかった、知ってあげたかったとかはあるんだけど、満足のいくお別れができましたので、皆さんご心配なさらずいてください。はい。もうね、赤ちゃんを産む方向にね、切り替えて、これから先ね、ちょっと過ごしていこうかなというふうに思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで、ちょっとしんみりしちゃったんですけれども、はい。まずは本当に、純子さんのことを心配してくださった皆さんありがとうございました。はい、残りのとしこさんは純子さんの分まで私たちはね目を離さずに健康診断に連れてったりとかね、なんかないんじゃないかっていうのをね調べながらも保険も入りましたし、はい、きっと彼女は純子さんの分も長生きしてくれるんではないでしょうか。ということでね、ちょっとダラダラとお話ししちゃいましたけれども、はい、ご報告でございました。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。